お世話になります。ひとりでございます。今回は夢特性のサメ肌を捕まえていきたいと思います。今回紹介する場所は一つのみでございまして、他にも出る場所がございますので、あくまでも一つの例としてご覧いただければと思います。まだ夢特性が出るか確認していないので、検証しつつやっていきたいと思います。それではね、早速行きたいんですが、この道場からですね、まずは右に曲がりまして、清涼湿原に参りますと。でそしたら右側ですね、右側の洞窟のあたりに向かっていきましょう。まあ、この辺ポケモンが多いんでね、まあ避けたりして、まあ当たったっていいんですが、それで行きまして、この洞窟の手前、あぶねえ、ここですね、洞窟のちょうど一番手前のポケモンの巣っていう感じとなります。まあとりあえず枯らしときましょう。で鎧の孤島では紫の柱で夢特性がほぼ一発で出ますので、今回は紫の柱を出していくやり方でやっていきたいと思います。紫の柱を出すにはまずはレポートを書いていきますと。でレポート書きましたら、次は願いの塊を投げ込みますかで配応して、レポートに記録しますかで配応した瞬間にホームボタンを押しましょう。ホーム画面に戻ったら、ここで2回連続ホームボタンを押しまして、柱の色を確認していきます。柱の色が確認できましたら、今赤色でしたので、そしたらリセットしていきます。これで紫色の柱が出るまでね、同じ行動を繰り返してやっていきたいと思います。はい、紫の柱ようやく出てきましたね。そしたら中身を確認しまして、こいつは違いますので、みんなで挑戦を押しまして、それでホームボタンを押して、設定からですね、本体のところまで行って、日付と時刻から1日進めて戻りの戻ってやめるですね。これで時渡りバグで、ひたすらやりまくって、出していきますと。はい、四つ星ですが、ようやく出てきました。めちゃめちゃ時間かかりましたね。かなり出にくくて、ちょっと場所変えようと思ったぐらいですね。でしかも出たの四つ星だし、まあいいですわ。とりあえず出たら必ず戻って、レポートを書いておきましょう。これレポート書いてなかったらどうなるかというと、もし対戦してリセットとかした場合、願いの塊を投げた最初の状態に戻ってしまいますので、レポート書いておけばまたすぐサメ肌と対戦できるっていう感じなんで、レポートは書いておきましょう。ではそれでは、もう早速戦っちゃいたいと思います。ウーラオスで行こう。うわ、いいね。こいつ何浮いてんじゃん。こいつ特性浮遊じゃないの。ずるいよ。確かにダイマックス時の魚系のポケモンって表現難しいですよね、これ。うわ、すげえ、一気に半分まで行きましたね。あ、相手弱いからですね。四つ星だからだ。あ、3つしか、しかもバリアないですね。なので余裕ですかね。あ、加速ですね。ちゃんとスピード上げてきましたので、夢特性確実ですね。オッケー、倒せた。よし、捕まえたぜ。余裕だぜ。でアイテムについてはさすがに四つ星なんで、あんま良くないですね。ただ四つ星なのに鎧鉱石3個も出たんで、なかなか悪くはないんじゃないかなと思います。特に新しいね、珍しいものはないかなっていう感じですけどね。サメ肌、凶暴ポケモン。獲物の匂いを嗅ぎ取るとお尻から海水を噴射して時速120キロで襲撃する。ちょっと待って、サメ肌で追っかけられて自転車で逃げれるじゃないですか。ってことは時速120キロ以上あるってこと。あの自転車ガチ速いじゃん。その辺の車より速いっていうことなんだ。はい、見ていきましょう。 4V ですね。なかなかいいんじゃないでしょうか、これは。はい、サメ肌48レベルでございますと。それで特性加速、毎ターン素早さが上がるというね、チート級じゃないですか。この特性ずるいですよね、本当に。でアクアジェット、アクアブレイク、独特の牙、氷の牙ということで、なかなかの、いい技を覚えてるんじゃないでしょうか。でおっとりした性格ですね。はい、ということで今回は夢特性のサメ肌を捕まえさせていただきました。出た場所はですね、清涼湿原のあの洞窟の手前の巣ですね。海に行かずともちゃんとサメ肌捕まえれるので、ただかなり出現頻度私は低かったので、そこだけは注意が必要ですね。じゃあ最後にサメ肌あるあるを一つ言わさせていただきたいと思います。鎧の孤島で海に入るとサメ肌が追ってきて、最初めちゃくちゃすげーって興奮するけど、もう次の日にはうぜえからマジでやめてくるってなりがち。ベロイスト